もう今何も聞こえない、何も聞こえない、音楽流れてる、やばい、行くよ、うん、しました、ご起立ください、後ろだよ、yeah.
ございました。私立恵比寿中学各種水泳生写真絶賛発売中でございます。チョコバナナ焼きそばとご一緒にぜひお買い求めくださいませ。
それにしてもさ、あのオープニングのバンドさん超かっこよかったよね。いやすごいよかった。やばいよね。しびれたね。しびれたね。その後のさ、ダンスの人たちもめっちゃ上手かったよね。上手かった。あれあれ、私たちだからね。そうだよ。めっちゃ練習したんだ。もうね、もうキレのないダンスなんて言わせませんよ。ちょっとハードル上げないでよ。今日は私たちですからあれね。はい、もうこの先が心配ですよね。そうね。あのそれからあれですよね。あの登場して、あのねあのねあのさメンバーまあの組み合わせまあまあよしとして、なんでスタッフさんはミレイちゃんに運転させたの？危ない危ない。なんか文句あるの？ミレイちゃんはさあのねこれちょっと汚い言葉だとは分かってんだけどバカなの。あのね、ミレちゃん、人のとか、まあ、運転してるからね、もちろん道見なきゃいけないのに、まあ、いいことなアイドルとしては100点満点ですよ。ファンの人ばっか見ちゃって、前見てくんないから、ぶつかるっつって。え、違う、見てた、なんかね、あのね、でもね、前まで昨日褒められたんで、リハでね、あれ2回乗ったのね、そしたら2回目上手くなってるじゃんって。だけど今日は0点だった。最悪。まあね、まあ今日だけだし。今日だけなんで。そうだよ。ファミエだよ、ファミエ。自転車なんか、ファミエだよ。まあ、で、ミレちゃんには免許取らないでもらって、自己紹介いきますか。ケーブル変えます。リナ、はい、リナ、はい、よし、上からケーブル通らないですよね。下からじゃないと通らないですよ。一回ケーブル抜きますね。ちょっと待って。
ってるね。ごめんね、気持ち悪いよね。閉まってるってことはさ、そういうことだよね。いってらっしゃい。あら、出ました。いってらっしゃい。楽しんでますか？いやー、楽しんでるよ。暑いですか？暑い。でも雨降らなくてよかったですね。イエーイ。はい、ということで自己紹介いきたいと思います。せーの、あなたのハートが欲しいな。みんなのせい欲しいな。盛り上がって欲しいな。ありがとうございます。柔道とかから見てもアイドル、出席番号ラッキーセブン、星野美玲です。まあ、近くの方も、そしてリラックスエリアの方も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さすが美玲ちゃんだね。美玲ちゃん早いね。大先生ですから。大先生さすが。ということで続いてアイアイ大先生、よろしくお願いします。はいはい、リラックスエリアの方元気ですか？元気だよ。安本のことは分かってます。はい、はい、そしてこれなんていうの、これ広芝芝風なんだ。芝風って言うんだ。芝風、み全部芝生。難しい。うん、なんかそれ以外の方まとめて次。はい、まさか新潟でこんなにたくさんの方とね、一緒にライブができるなんて思ってなかったので、すごく嬉しいです。それでは皆さん大きな声で歌ってください。1、2、3、はい。あい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 拾った愛花だよ。あら、今日も愛の花を咲かせます。ミラクルマジカルマスコット、出席番号6番あいあいこと拾った愛花です。はい、本当に本当にこれからのこれをやっていく限り本当にいい天気になってよかったなと思っています。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。次、ぽーちゃん大先生。はい、はい、先生っぽいよ。はい、お先生っぽいよ。皆さん一緒にじゃんけんをお願いします。せーの、じゃんけん。ぽー、こっち向いて。ぽー、じゃんけん。ぽー、こっち向いて。ぽーちゃん。はい、歌う稲穂ダンシングライシュ、出席番号11番小林香穂です。皆さん、ファミリーだぞー。盛り上がる準備は OK かい？こっちはしてて大丈夫なんで。はい、もうすごいジャンプしてるね。リラックスしてて、リラックスしてて。はい、皆さん行きますよ。せーの、上から読んでも前は、下から読んでも前は。はい、エビ中のハイテンションガール、出席番号3番前山理香です。
ファミエやってきましたね。はい、ね、今日もたくさんご飯食べました。はい、それだけです。それじゃあ今日も一緒に頑張りー。まあ。じゃあラストはちょっと松野大先生よろしくお願いします。はい、すいません。今ちょっと機械のトラブルでちょっと引っ込んでたんですけど。引っ込んでたんですけど。大先生も大丈夫？ここ閉まってから行った方がいいの？行った方がいいよ、これはもう。だって、行こう。私これ初めてやるからちょっと緊張するんだけど。いいよ、早く。勇気を出して行こう。いいの？大丈夫だよ。これってどこら辺まで行くの？ほら、行け！楽しそうですね。先生やばい、大人気じゃないですか、ね、先生大人気、うん、先生の歓迎会になったら、これどうすればいいのかな、自己紹介しますね、何の時間だよはい、それでは皆さん一緒に歌ってください、いきますよ、せーの、私は先生、私は最後の挨拶をしたいと思います。今日はエビ中の夏のファミリー遠足、略してファミエイン長岡2015に来てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。Yeah!
敵な思い出作れたから嬉しい気持ちになる。ぜひ今日は大先生に締めてもらおう。大先生、大先生、最後に一言自己紹介すごかったからね。あ、そうだね。最後の花火の時もそっかし MVP やからすごい自己紹介長かったからみんな尺しか気にしなかった。本当にごめん、なんかあいつすごいぶった切って何回も本当に心痛かったけどもうこれじゃダメだと思ってめっちゃぶった切った松野の時今日だけはうまいこと、ごめん食べました。うまいこと最後今日はどうしよう。何バカあんのしゃべりだとみんな泣き出すのよね。ブシュ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 今日大先生、今日どうでしたか。今日は、うん、大先生ちょっと悔しかったけど、うん、そうな、だけど最後みんなと盛り上がれてすごい楽しかったなって思ったから来年ももっともっとパワーアップしたあのファミリーも皆さんね見せられるように私たちも頑張りますのでこれからもよろしくお願いします。こんなに私たちは彼女のことが大好きなんだよっていう気持ちを持ってこれから進んでいけばきっと私立恵比寿中学に松野がいたというかいることをまだ松野のことを知らない方には伝わるかなって思うのでその気持ちを大事に持っていきたいなと思います。